皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート56やっていきます。最後の、ワールドである存在しなかった世界の攻略の続きですね。前回は、ロクサスとの戦闘に勝利し、この巡り合う2人というキーブレードを入手しました。リーチは標準的なもので、専用のアビリティとしてライト&ダークという能力がついています。で、攻撃力、魔法力ともに優秀なキーブレードなんですけれども、このキーブレードを装備しているとですね、ほぼ確実にアンチフォームになってしまうという欠点があるのですが、まあ、たまにアンチフォーム以外にもなることがあるみたいなので、それをね頑張って狙っていきたいので、ちょこちょことフォームチェンジしつつやっていこうと思います。できればそのフォームになりたい、アンチじゃないやつに。なんでまあちょっときつい戦いもあるかもしれませんが、頑張っていきます。行き止まり？道は必ずあるはずだよ。確率的にはですね、他のやつを装備するよりもそのアンチフォームになる瞬間っていうのが重要なようなので、 100% アンチフォームになる状態はだいぶ確率が上がるんじゃないだろうか。リスクもでかいけど。いや帰り、私たちをどうするつもり？お前は空を怒らせる道具だ。どうしよう、このままだと空は私のせいで。おや？こっちへ来て。誰？自分を信じて。さあ急いで。今の波音だよね。助けてくれたんだ。めっちゃ光ってるけど。ん？いや、このキーブレードでデザインいいな。帰り、もうすぐだからな。待ってろよ。よおいさ、ダークシティ買い物。おお、金ねー、金がねー。この辺売るか。これ売ったところでそんなにお金ならないけどさ。いや、お金全然足んない。全部買うと4000でしょ。全然足んない。いや、じゃあとりあえずナイズワイズバンド。強い。よし、
で、前回からセーブしてないんで、セーブしときます。まあ、なるべくボス戦以外でフォームチェンジを試していくので、まあボス戦でやっちゃったらね、もうどうしようもなくなっちゃうからね、積んだ状態になっちゃうんで。カイリー、どこ？いや、もうノーバディの城だよ。敵の本拠地だってことを忘れないで。王様、待ってください。敵の本拠地だってことをね、ノーバディの気配だよ。警告するなら単独で行動するのもやめていただきたいのだが。ん？ナミネ、探したぞ。ナミネ？帰り、君はそう簡単には帰れない。空に会わせてやる。会いたくないと？会いたいよ、とっても。でもあなたがいないところでね。俺に心があれば大笑いしているところだ。ん？貴様、ロクサスに倒されたのではなかったのか？あとはお願い、リク。ん？リク？ここが陸だい。虚無への誘い。いやー、どのタイミングでなろう。おっと、やるか。うわ、来た。やっぱりか。強いんだけどね、これ。あ、でも戻れる。いて、おっちょちゃ。戦闘中じゃなければ戻れるんだ。攻撃性能はね、すごいんだけど。ドライブリカバーを使おう。いやー、おかしいな。慣れると思うんだけどな。やはり確率は、いや、そんなに高くはないと見た。歪みを貫く柱。おお、来た。あれか、すぐ戦闘をやめられる状況の方がいいのか。受けてみろ。おいしょ。いやー、ダメか。ドライブリカバーもうないや。ちょっともう一回なってみる。行くよ。ん？ん？あら、普通。あれ？あ
ドライブリカバー作っておけばよかった。まあドライブがまた溜まったらチャレンジします。よし、コズミックベルト、防具になるのかな。あった。おどうしよう。ちょっとドライブリカバー作ります。はい、というわけで持てる限りの、ドライブリカバーというかハイドライブリカバーを作りました。9個くらいできましたね。9個というか、まあ、10個作って1個もう使いました。うつろなる旋律の空間、うわ、なんかボス戦っぽいのセーブすればよかった。ソラ、お手はさすがに元気そうだな。変身できないね。帰りはどこだ。今頃は闇の世界の友達と仲良くやってるんじゃないかな。どういう意味だよ。もうお前はいらないらしい。そんなの信じると思う。まあそれはお前の勝手だ。だがこちらは信じていい。十三機関はもうお前を必要としていない。あれを見るがいい。我らのキングダムハーツ。お前のおかげで心をたっぷり吸い込んだ。喜んでいるのがわかるか。さあ、最後に腹いっぱい心を食わせてやってくれ。大量のハートですね。でもキングダムハーツが。ソラ。ん？ソラ、やっと会えた。カイリー。あ、ソラに何するのよ。マジで？無茶するな。ソラ。戦え。うん、今度は私が戦う。私たちがいなくちゃ空はダメなんだから。行こう、リク。おお、カイリもキーブレード。これはこれは邪魔者たちが勢ぞろいか。リックかっこはてなが持ってる、あれも一応キーブレードのため。これは素晴らしい城だね。私たちがいただくってのはどうだい。そりゃいい城だけど、でもどうするんだ。こんな狭間の世界じゃ闇に近すぎてハートレスたちは俺たちの言うことなんか聞きゃしない。私を誰だと思っている。マレフィセント様でございます。なんか今回ばかりあの人かっこいいな。もうミッキー、久しぶりだな、王陽。賢者アンセム、
こうなる前にどうして相談してくれなかったの？こっちが本物のハンスルか。13機関の指導者ゼマナスは、元はといえば私の一番弟子のゼアノート。私の責任は明白だ。それだけ？隠し事はできないな。そう、私は復讐に取りつかれてしまった。私から研究と誇りを奪った弟子たちを許せなかった。復讐の手伝いはできないよ。分かっている。リクにも散々言われたよ。リクはどこ？友達のところではないかな。あいつはよくやってくれた。王とはぐれて闇をさまよっていたところを私が見つけたわけだが。はぐれたわけじゃなくて、リクが自分で姿を消したんだ。ゼアノートのハートレスを心の中に抱えていたからね。辛かったんだと思う。でもどうして今あんな姿なんだろう。心はリクのままなのに。一回取り込まれたもんな。私のせいだ。私がリクと出会った時、彼は少年の姿だった。強い心を持っていたおかげだろうな。そのリクに私は13機関のロクサスという男を連れてくるように言った。眠る空を目覚めさせるためだと言った。何も聞かずに出て行った。そしてどうやらロクサスと戦い負けたようだ。その後、闇の世界で戦うには闇に身を染める必要があると考えたのだろう。それを実行に移した結果があれだ。ロクサスを連れて帰ってきた時、彼は自分をアンセムだと名乗った。空を目覚めさせる代わりに自分は闇の住人になる決意を固めたのだろうな。リクは私の復讐の犠牲者だ。ああ、心が痛んだ。笑ってごまかすしかなかった。僕はその後に再会したんだね。リクに約束させられたんだ。空を助けてやりたい。でも自分の今の状態を絶対に知られたくないってね。さあ、王よ、そろそろ少年たちを解放してやらねば。そういうことか。じゃあ間違いなくリクなんですね。重い。おう。どうなってんの？おう。いい子にしていたか？姿を見せろ。いや、いい子ではなかったな。ソラ、ロクサス。ロクサス？あいつ、俺のことロクサスって呼んだ？我々13機関をここまで追い詰めるとはな。さすがはキーブレードに選ばれし者と呼ばれるだけはある。今までの奴らに比べれば随分とお粗末だがな。何を言ってるんだ。まあ、どっちでもいいか。とにかく裏切り者は消えろって話だ。おい、銃か。火を使ってる。いやー、こういう時に限ってマスターフォームが使えない。だってアンチフォームになる確率が圧倒的に高いもんよ。裏切るのが悪いんだぜ。お、いきなり狙い撃ちだ。いきなり
おお。よいしょ。お。ほい。やってくれるな。あ、これでいい。おい。ほら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 。あ、こんな風にしてやる。リロードの瞬間隙だらけだね。あ、これ跳ね返せるし。お、あれ、こいつそんな強くないか。お、なんだ、狭い狭い狭い。どう受けるんだ。うわわ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 、あぶね、助かったわ。今なんか出たな。お、来た、来るか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 、ほら。なんだこの。狙い撃ちだ。ああ、はいはい。いたいたいた。よいしょ、よいしょ、ほい。やってくれるな。よいしょ。ダメ。俺が。前回戦ったロクサスに比べたら全然大丈夫ないこいつ。俺がロクサスなんだよ。混乱してろ。おい、待てよ。シャム、苦戦しているみたいだ。空と陸が揃っている。我々の出る幕はない。陸は元には戻れないのかな。闇の力を利用するために陸が選んだ姿だ。難しいだろうな。今行くぞ、カイリ。ああ、よっ、一回セーブに戻る。そしてならないかな。行くよ。戦闘中じゃなきゃダメなのか。そっか、アンチフォームになる瞬間ってのがそうなんだもんね。ちょっと残りの時間でそれやるか。これしかないんですけど。おっ、これしか本当にリカバーないんですけど、素材も。ダメか。確率的にはもう相当だよ。逃げる。で、リカバーを使って、ほい、どうだ。お、来た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 、最強のフォーム。やった、これがファイナルフォームです。
やったー、あーできたー、よかったー。はい、これがファイナルフォーム、ソラが変身できる最後のフォームです。このフォームになる瞬間だけはあのアンチフォームになることもなく、武器が二刀流、そして空中常に飛んで移動するのと、ジャンプの瞬間に武器が勝手にこう攻撃してくれるっていう、これ今戦うボタン一切押してませんからね。でもちろん魔法も強くてもう最強です。やった。でこれによって他のフォームもレベルがね上がるようになりました。やったー、あー満足よし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 、じゃあお来いよ来いよおっと、あーよかった、もう満足です、大満足です。ただこれこのままつけっぱなしは危ないね。これこの武器使うのはファイナルフォームの時だけにしよう。あ、まあファイナルフォームに変身してしまえばいいんだけどね。よし、じゃあ今回はここまでにします。よし、はい、ではキングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート57、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。